縁伝団平縁伝団、平四月一日の九百六十三年四月十六日は、日本の政治家、銀行家、うご銀行峠、秋田県小物川町、沼立の大地主の長男として生まれる、陽明十三。旧制秋田中学、東京高等商業学校を卒業、帰京後、九百十三年三十二歳で、沼立町,町長町に就任し、 1946年まで町長,長を務めた。また、この間には1919 19年からは秋田県会議員を2期、1924年からは衆議院議員を2期、1939年には貴族院多額納税者議員にも選出され、同年9月29日に就任し、同性会に所属して1947年5月2日の貴族院廃止まで在職した。 1916年、林村の土田満助と共に、横総鉄道の創業に参画。この開通した横手沼立の横総線を地域住民は親しみを、米、断満鉄道と呼んだ。また、昭和初年には沼立農林学校を資材を当時設立した。その後、農工銀行や上田銀行を創立。1921年から1932年まで、 秋田貯蓄銀行取締役を務め、1943年には、宇ご銀行の頭取に就任し、本店の増田町から、横手市への移転等の施策を講じた。1963年4月16日、82歳で死去。2男に、北斗銀行初代会長を務めた、塩田雄二がいる。ありがとうございます。